ジェンズとは中国大陸及びその周辺地域で行われている羽蹴りゲームの羽である。ジェンズを蹴ることをという。現代中国では近代的なスポーツとして整備されている。日本では羽を蹴る習慣がないため、ジェンズに対する正式な、または慣用の固定した日本語名は存在しない。羽蹴り、宿羽などと呼ぶことがある。ベトナム語では、 ダーガウと呼ばれる。ダーは、ケるという意味で、カウは、傘を意味するので、文字通りには、蹴鞠の意味になる。朝鮮語では、チェギッチャギと呼ぶ。日本の羽根付きと同様、主に旧正月の子供の遊びとして行われる。チンケラン、ド同時ゴズジェンズの起源は、はっきりしないが、おそらく蹴鞠と同じ起源を持つものと想像されている。中国では、 ジェンズが非常に古い歴史を持っているかのように説明されていることが多い。しかし古い時代の文献は解釈に問題がある。例えば道信部の続行総伝巻第16修前に社門栄光年率12半一連500とあるをジェンズのことと解釈すれば北義の時代からジェンズがあったことになるが実際にはが何を意味しているのかは不明である。 民の除去、古今自物原始義義義二漢 22, 蹴鞠に、今どき小にもなまり、鈴ためせん、そうもっとりは、小ためやご。十四世軍僧、夕裏がい、れん、やり、そびえ膝、とっと、仏頂玉、やがたな、貝の名色。また蹴鞠の意地なり、とある、やこは確かにジェンズのことのようであり、遅くとも、秋夜には行われていたことがわかる。ごという言葉は、 17世紀の竜、提供系物略に見える。ジェンズがスポーツとして認識されたのは近代に入ってからで、1928年に上海の中華国家展覧会でジェンズの大会が行われたのが最初である。1933年には南京で全国大会が開かれた。中華人民共和国では1963年に、 小学校の体育の教材としてジェンズが取り入れられた。1980年代にはダマというチーム競技のルールが整備され、1987年に中国マ協会が成立した。1982年に制作されたジャッキー・チェン監督主演の香港映画ドラゴンロードにジェンズ大会のシーンがあり、アクロバティックな競技として描かれている。 日本公開時の公式パンフレットではこの競技をドラゴンキッカーと紹介している。伝統的には穴あき銅線に皮か布を巻きつけて鳥の羽を刺したものである。羽は赤や緑の鮮やかな色をつけられていることが多い。バドミントンのシャトルよりも頑丈で重い。最も普通の方法では片足を上げて膝を曲げ靴の内側を上に向け、 かかとの関節の部分にジェンズを当てて蹴る。逆に靴の外側で蹴ることもある。玉は現代中国で整備されたスポーツでバドミントンのものに似た大きさのコートを使って競技する。コートの大きさは幅6.1メートル、長さ11.88メートル。ネットの高さは1.6メートル、または1.5メートルである。チームの人数は3人でジェンズを ネット越しに相手の陣内に蹴り込むことを目的とする。自陣内では4回まで蹴ることができる。ゲームは15点を選手した側が勝つ。足を使うため、バドミントンというよりはセパタクロによく似た競技になっている。2000年以降、世界選手権が開かれている。ありがとうございます。